こじかの森チャンネル始まるよ。どうもこんにちは、こじかの森チャンネルへようこそ。久しぶりのトリップ動画となります。今回は東京ディズニーシーにやってきました。今はエクスピアリを散策しています。ショート動画のラッテマートでバイトリーダー役のラッテリを連れてきました。皆さんはランドとシーどちらが好きですか？僕は断然シーが好きです。ランドも十分広いんだけど、あ、行き止まりだっていう時のこうなんか切なくなる感じがあって、シーってめちゃくちゃ広いじゃないですか。乗り物 2,3 個乗ってご飯食べてお土産買って、でトータル6時間ぐらいパーク内回っても回りきれないと思うんですよ。まだ行ってないところあるっていう感じが嬉しいので好きですね。ワンデーパスで丸1日いたことって一度もないんですよ。昔はアフターシックスでよく行ってて、それでも最後まで入れないぐらい疲れちゃうんで、オープンからクローズまでいるつわものって意外といるじゃないですか。本当にすごいなって思います。僕のディズニーの思い出はですね、男2人でよく行ったんですよ。当時まだ10代後半とか20代前半だったんで、男2人で来てるっていうのがとにかく恥ずかしくて、周囲に男2人で来てるっていうのがバレないように、時たま架空の女性の名前呼んでバレないようにしてました。あれ、ユキコどこ行ったとか、ユキコ遅いねとか言ってました。でね、男だけで行くとこうパレードは一切見ないで、むしろ今がチャンスだって言って乗り物のところに走っていくんですけど、女性とディズニー行くと大変なんですよ。男って基本乗り物乗るかご飯食べるぐらいなんですけど、女性ってショッピングするし乗り物も乗るしショーも見るわけで全部楽しむんですよ。まあそれが正しい遊び方なんですけど、もうクタクタになってトイレ待ちの間にベンチで寝ちゃってることなんかもありました。昼食を食べに来ました。この前気づいたんですが、この氷、多摩栄のコストコにある氷と同じ形してました。でここでは普段はダッフィー、シェリー・メイ、ジェラトーリなどがショーをやってるみたいなんですが、コロナの影響なのか今回は見れませんでした。隠れミッキーと一緒に記念撮影。気づいたら夕方であっという間に夜。
橋の上から手を振ってたら手を振り返してくれる人がいました。嬉しいですね。今回のトリップ動画ですね、短めではありますけれども、今なかなかディズニーのチケットも取りづらいですから、雰囲気だけでも共有できたらなと思って投稿しました。今日は見てくれてありがとうございました。